バチコイ心理学。それでは行ってみましょう。ラジオネーム、ヒヤスさん、いつもありがとうございます。ヒヤスさん、ありがとうございます。岩野先生、 YouTube ライブ&お誕生日バチコーイ、ありがとうのお誕生日バチコーイでした。いや、盛大だな、結構。ヒヤスさん、ありがとうございます。マジで嬉しいっす。ありがとうございます。青木先生、 YouTube ライブおめでとうございます。ありがとうございます。分かってらっしゃる、さすがです。日に日に寒くなってきましたね。忘年会の時期になりました。うちの職場は今年も忘年会を実施しません。まあ、そういうとこ多いですよね。そうですね、はい、私は気の知れた中の人たちと忘年会は好きですが、職場全体での忘年会はあまり得意ではありません。社会人1年目の時、普段真面目そうにしている人がはっちゃけて余興や一発芸みたいなことをしていて、大人の世界にびっくりしました。これありますね。ありますね。誘われたこともありますが、恥ずかしくてできないと断りました。先輩方からは恥を捨てなよって言われましたが、できませんでした。心理学的に恥を捨てるとはどういうことで、どうすれば捨てられるのでしょうか。なるほど。またお二人は職場全体での場で余興や一発芸を披露したことはありますか。もちろんよろしければこの場で岩野先生一つお願いしますというお便りです。ありがとうございます。まずは、おめでとう、お便りありがとうございますっていうところと、あと、まあ、なんかあれですね、季節柄ちょうどいい感じのテーマのお話です、ね。確かにね。はい。忘年会ね、なかなか最近ないですけど、あった頃はやっぱり余興とかありましたよね。やりましたね。うん。青木くんもなんかやったの？職場で新入歓迎会っていうか、新入歓迎会の忘年会で、なんかその、余興やるっていう、うん、何やったかな。僕がなんか直接やったのは、なんか助走してランウェイを歩くっていうのをやりました、ね。あ、髪長かったの、その時は。いや、その時はカツラでしたね。あ、そうなんだ。青子になって、ランウェイを歩きました。青子さん見たかった。写真ないんすか。いや、写真あると思うけど、まあちょっといずれ。結構なんかね、妖艶な感じになったんですよ。おお、なかなかやりますね。はい。ヨンさんある、なんかそういうの。俺ね、外勤先の病院で忘年会があったから、あれやりましたよ。なんだっけ、ゴールデンボンバーの白塗りといるじゃん。はい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 。あれを全くそのままメイクしてゴッダンスしたよ。それなりにやってるな、岩野さん。誰も俺だって気づかなかった。あ、そうなんだ。いや、だって誰だったって分かんないもんだって、それ。誰だ、ザワ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 ってなって。そうなんだ。そうでしたか。まあ、そんな中、恥を捨てるにはどうしたらいいですか。ですけど、これはですね、まあ、しのごの言わずにやるが一番です。なるほど。いや、そうですよね。まあ、余興に関して言うと、助走して歩くは、僕は恥だとも何とも思わなかったっていうのがありますね。なんか恥ずかしいなって思うことだったら、ちょっとやりたくないですよね。恥の感情ってなんか定義あるけど、はい、なんかね、その中の人では、まあ、周囲からそう部別的に見られるみたいなのが、はい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 、あったんですけど、その余興とかって中途半端にする方が失敗した風に見えるんですよ、はいはいはい、で別に部別されてるわけじゃなくて期待に応えてるので、そこは別に恥ずかしいと思わない方が結果的にね、うまくいくと思います。あ、そうですね。だ、なんかよく言いますよね、遊びほど本気でやれっていうのは、なんかそういうことだと思うんですよ。あ、そうだね。で、やっぱり圧倒的なクオリティの助走を見せることによって、うん、おーみたいな感じにはなってましたからね。うん、あとあれですね、その笑われてるっていうのは結構ネガティブに受け止める人いるんですけど、うんうんうん、いや、私の場合は笑わせてると思ってますから。なるほど。そうなんです、ね、この失敗を見てみんなが笑ってるけど、いや違う、この俺の失敗を見て皆さんを私が笑わせてると思ってるんですよ。そうですね。だからバッチコイ心理学はまさにそういう番組ですからね。なので俺の辞書に失敗はないと。バッチコイ心理学。
今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。